はい、偉いどんです。今回はね、国際負荷を使った色違い厳選をやっていきたいと思う。まず大前提として、国際負荷が何なのかっていうと、俺たちのポケモンって基本的に、日本語版でプレイしてるから、日本のポケモンなんだよね。どこだったかな。このややこまとかはね、右上に JPN って出てると思うけど、これ交換で手に入れたややこまで、日本のものだからジャパン JPN。で、こっちのウソッキーは英語版なんだよね。で、ENG、イングリッシュの略。だから、例えば、卵生まれないけど、ややこまとこのウソッキーを交配させたら、国際負荷になりますよと。で、国際負荷は色違いが出る確率が通常の6倍なんだよね。で、光るお守りは3倍。これらをね、掛け合わせて、単純な掛け算足し算じゃないんだけど、約8倍の確率で色違いのポケモンを負荷厳選で手に入れることができると。それをやっていく。今回はマスカーニャ、ニャオハの色、国際負荷をね、やっていきたいと思ってるんだけど、マスカーニャは草悪タイプだよね。で、もう一つ裏に陸上植物っていう卵グループがあって、これはゲーム内で見ることはできないから、全部のポケモンに卵グループ、伝説ポケモンとか以外には基本的に設定されてて、それもちょっとグールなりして調べてほしいんだけど、卵グループがあって、同じ卵グループ内なら卵を産むんだよね。例えばだから、マスカーニャと同じ陸上卵グループであるイーブイとかも卵を産む。だからニャオハとイーブイで卵が生まれるんだよね。そういう感じで、同じ卵グループの海外のポケモンが来るまでマジカル交換をやってみると。ちなみになんだけど、メタモンは卵グループ関係なしに、基本的にはね、伝説以外とか、卵産まないやつ以外と全部卵産めるから、メタモンがいいよねっていう話で、6V メタモンがいれば、バトルで使いつつ、色違いを狙えるよねっていうことで、6V メタモンは重宝されてるんだよね。海外産 6V メタモンってやつね。ただ手に入ってないんで、基本的に、マジカル交換で狙っていきましょう。俺は今マジカル交換を出して、もう成立したんだよね。いいところは早いところだね。ただやっぱマジカル効果 もちろんベストなのは、もう一人の自分のサーバーか、もしくは信頼できる人から、海外版のポケモン、目当てのポケモン、てかメタモンをもらうことなんだけど、この一人でマジカル交換やるときは、やっぱり目当てのポケモンが来るとは限らないこと。そして、モンスターボール、ポケモンがどのモンスターボールに入ってるかも、国際負荷の遺伝、ほら、こうやってスーパーボールのポケモンとかしちゃうわけ。俺、スーパーボールとか嫌だから ダメなんだけど、そこがちょっと2つ難点かなっていう。種族値とか、個体値とかは薬でなんとかなるんで。この EV なんかは、あれですね。もうおそらく海外産のポケモン。海外ではね、マジカル交換なんか日本より盛んっぽいので、結構出ますと。これが今もらった EV だね。ENG って書いてあるでしょ。でもちょっといらないんで、スーパーボールさんの EV。今度はまたこれを出して、マジカル効果を繰り返していくっていう。もらったポケモンがいらなければ、そのまま繰り返せるんで、ポケモン1匹で始められるところもいいですね。うわー、ミニイブでした。ミニイブだったんだけど、いやー、メスだねー。この作戦の穴もう一つあったわ。基本的にメスの方の卵が生まれるので、オスじゃないといけないわ。だから、ニャオハのメスは自分で用意しましょうねという話なんだけど、あーミスったな。そうか、オスが送られてこなきゃいけないね。同じ卵グループの。この作戦意外といけると思ったけど、穴があったか。もうおとなしくさ、ちょっとメタモン使ってないんだけど、ちょっとせっかく思いついたんで、やってみます。もうちょっと。いや、ニャオハ送られてきたんだけど。え？そんなことある？え、これ海外産のニャオハ？オスだったらさ、それはニャオハ同士でいいから、ニャオハでいいっていう話になっちゃうんだけどさ、それなんかちょっと解説的にわかりにくいんだけど、メス。メスなんでダメですね。オスが来るまでやりましょう。いや、思ったけど、メスのニャオハが来てもニャオハだから別にいいのか。だからちょっと、今回の意図を見せるために、俺はニャオハとは別のやつであえて交配させればいいってわけだ。オッケー、じゃあやってみるか、こいつで。で、あと、さすがに、ニンテンドースイッチオンラインに入ってくる。多分ね、スイッチオンライン入らずに一人で国際負荷する方法はないね。ないと思う。友達に 海外版データ
で、プレイしたデータからポケモン送って送り返してもらうとか、ポケモンホームの連携が来たらね、一人でサブアカ作れば、まあ、サブアカを海外版で始めればできるけど、まあ、現時点では無理かなって感じですね。スイッチオンラインには入ってほしいかな。じゃあ、早速やっていこうか。今回使うのは、キノガッサだね。まあ、本来、逆なんだよね。自分がメスのヤオハオに用意して、日本版の。で、海外版の、まあ、キノガッサなり、キノココなり、同じ卵グループの、まあ、ポケモンが送られてくるのを待つんだけど、なんか今回逆っていう珍しいことだ。このキノガッサはちなみに特攻落ちの 5V 個体だね。まあ、理想個体かな。性格はまあ、厳選しないからあれだけど、個体値の付き方としては理想個体なんで、こいつを使って、まあ、やっていきましょうか。ピクニックで卵が生まれやすくなる、卵パワーがつくから、まあやっていこうか。今回はね、まあ前回の、なんだろうね、普通に轟く月の源泉では、まあ、普通の卵パワー、普通の卵パワーじゃねえや、普通のレシピじゃなくてフリーモードを使ったんだけど、今回は普通のレシピでやろうか。レベル2までは普通のレシピでもつくから、卵パワーレベル3っていうのもあるんだけど、秘伝スパイスを使うんだよね。秘伝スパイスって結構レアで、入手頻度も多くないんで、ちょっとまあ、現実的じゃないかなっていう、コスパ的にね。なんで、こちらの卵パワーレベル2がつく、あれを食べていこうか。で、ちなみになんだけど、前回つけてた輝きパワーは孵化現世には効果ないね。野生との遭遇時しか効果ないんで、まあ、で、あと卵パワーにはタイプ別ないんで、本当に卵パワーだけがつけばいい感じだね。サンドイッチでできることは。オッケー、バスケットの中にポケモンの卵が入ってました。コライドンがいるからめんどくさいことになってるけど、これが、ニャウハの卵だね。まあ、とりあえずもうちょっと、ポケモンの卵が、たまるまで待とうか。はい、卵が、まあ、一旦4つ出てきたんで、一旦孵化をちょっとしてみようか。でね、なんか、今までは手持ちの先頭に炎の体のポケモンがいなきゃいけなかったんだけど、今回はどうやら手持ちでいいらしいよ。へえって感じだね。なんかポケモンも変わったんやな。で、手持ちに炎の体とかね。まあ、あとなんだっけ。ちょっと忘れたけど、そんな感じのバクーダとか石炭山とか、ファイアロー以外にもいるかな。マグマックとかね。その辺で手持ちに入れて、まあ、卵が変えるまで歩き回りますと。ちなみに、前作っていうか、ダイパリメイクまでの、草むらが飛び出てくるタイプだと、この孵化現泉が一番効率よかったんだけど、草むらから飛び出てくるタイプね、ポケモンが。だと孵化現泉の方が効率よかったんだけど、アルセウス以降のオープンワールドだと、野生現泉の方が基本的に効率いいんだよね。では、なぜ孵化現泉をするかっていうと、ニャオハが野生で出ないから。他にも、セビエ、今回の600毒の元となるセビエとか、めちゃめちゃ野生なの脇が少ないから、その辺に関しては孵化現泉で色違いを狙うしかないかなっていう感じだね。はい、とりあえず4匹返したけど、まあ当然出るはずもなく。はい、光るお守りかける国際孵化で、まあ大体500分の1とかかな。0.2%とかなんで、まあそこら辺は根気ですね。これでも最高確率なんで、孵化現泉の。まあそれ以上はもうほんと自分の根気、頑張りましょうって感じです。ちなみに、なんか新しく生まれた子の方が個体値いいからって、まあ乗り換えることはできなくて、なぜなら国際孵化じゃなくなって、この海外のニャオハから生まれた子供は日本産だから、送られてきたやつを使いましょう。乗り換えたらダメですと。厳選した時間。まあ18時間ぐらいかな。まあご飯食べながらだから、マジでずっとやってたわけではないんだけど、大量の、今ボックス変わってるからね、これちゃんと。このね、大量のニャオハたちを返し、まあ、何回かエラー落ちしてるから、何百匹か消えてるけど、まあね、なんか500何分の1って言ったっけ、まあでもその500匹以上は絶対に返したかな。大量の恵まれぬ望まれぬニャオハが生まれてきた結果、無事、1匹の色違いを手に入れることができました。あんま変わんないね。あとまあ、オスだったね。まあなんか、マスカーにはメスがいいなっていう、メスの方が解釈一致じゃん、なんか。まあ出なかったけど、まあ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 、メスの色違いやる、出るまでやるっつったら、まだ頭おかしくなっちゃうんで、まあいいでしょう。はい。ちょっともうね、
作業時間やばすぎて動画も撮ってなかったわ、この生まれた瞬間。ちょっともうこの、出た結果みたいになって申し訳ないんだけど、はい。出ましたと、一応。改めて大事なことだけど、国際負荷源泉はマジで痩せで出ないやつだけやりましょう。ガブとかヨーギラスとか、まあ、その辺ぐらいなら、痩せで出るんで痩せでやりましょう。負荷でやんなきゃいけないのは、まあ、五三系、あとセビエ。あとドラバーとかも少ないかなって感じですね。その辺はまあ、負荷源泉になるかなと思いますが。負荷源泉やる皆さんは頑張ってください。俺はもうやりたくないわ。お疲れ様でした。